そうなんです。話飛びましたけど、タケトだと、はい、そうです、マグ尽くしディナーもあるんですよ、はい、ぜひぜひね、はい、すいません、行っちゃいました。行っちゃいましょう。セブの、はい、セブのマルコポーロではですね、フルコースです。はい、アペタイザーからデザートまで全てマグ尽くし、はい、そうですよね、いや有名ですよね。あの女性だけじゃなくてですね、うん、男性にも人気。そうですよね、大好き、はい、食べました、食べました、大好き、いろいろディフィニッションを書いてある、うん、こういうお体にいいとか、はいはいはい、全員マンゴーを使ってるんですよね。前菜からね、まあ、メインから、ね、あしらってるって感じ、丸ごと食べるわけでもない、あ、そうですよね、全部が全部がマンゴーではないですよ、メインがマンゴーだからちょっと寂しいな、ちょっとそうですね、ちゃんとあのラプラプってね、有名なお魚のね、チョップのダイスがあったりとか、お肉の方は、お肉のラムの方にチョップが、はい、食べ応えのあるディナーですね、はい、本当、シグネチャーフードとして、はい、セブならではの食事でございます。いや、素晴らしいですよね、健康も素晴らしいですよね、こちら、マルコポーロセブンホテル、はい、最上階にバーがございまして、はい、バーですね、サンマミショットバーですね、あ、いいですね、はい、この間あのクイズの時なんかは、はい、宿泊券なんかが当たるっていう、はい、当たられた方がいらっしゃいましたね。とっても羨ましかったです。こうカメラを撮りながら私本当にちょっとね、小高い丘の上にあるんですよ。あ、そうなんですね、高台に、高台にあって、だから眺めてるんですよね、街を見るんですよね。そうですよね、はい、写真で見せていただいて、はい、あとそうですね、マニラセブのおすすめをぜひ教えてください。マニラセブ、それはマニラの特に観光協力、あ、いいですか、あ、すいません、はい、いろんな話をしながら途中で、はい、私、そうです、フィリピン観光協議会、はい、JPTC の会長を務めさせていただいて、はい、吉野と申します。よろしくお願いします。お願いいたします。まず早速なんですけど、フィリピン観光協議会というのは、これはですね、今現会は38社ございまして、ホテル、ツアーオペレーターですね、あのランドのアレンジメントをするツアーオペレーターさん、あと先ほどあの人気がなってるって言いましたね、英語留学の留学学校関係、それとですね、セブではウェディングアレンジメントをしてウェディング関係の会社さん、素敵です、それともちろんあのフィリピン航空さん、うん、はい、で、あとメディアの方とか、はい、まして38社です、はい、私どもの方の活動はですね、主には B2B といいまして、旅行会社向けに、プロモーションをする、私どもがさ、あの先ほど言いましたように札幌でプロモーションをするのに一緒にお手伝いをして、セミナー、プレゼンテーションをしたり、あの旅行会社の人とあの商談会をしたりというものがメイン、はい、それとプラス、はい、またあの先ほど皆さんがおっしゃったように、旅行泊あるそうです、ツアーエキスポですね、はい、そういうところでも一般のお客様にも、はい、あの少々ということで、クイズ大会をやったり、一般のお客様ともこう接するようなプロモーションも心がけております、はい、それをアクティビティとさせていただいて、結構セミナー活動されてらっしゃるんですよ、はい、そうですね、何回もね、セミナーはもう初めて4回ぐらいね、フィリピンミッションがあって、ツーリズムがあって、地方セミナーを主催して出張をして、大変結構アクティビティにはやっております。僕のなんですけど、やっぱり他の国もやっぱりあったりするんですよ、似たようなものはね、そうでしょうね、その国でのそのホテルリゾート扱っているところが組織もあるんですけど、どこそんなにまあ全体さんほどあんまりアクティブそうですね、まあ、それはやっぱり会長のリーダーシップだと思いますありがとうございます。リーダーシップ大事ですもんねそうなんです、まあ、本当に一泊行ってプロモーションして、でまたもう一つの研修旅行とかね、はいはい、やってもらうようなね、それでこうサポートし合いましょうという、あのホテルの人もホテルの人も一緒になって協力して、協力してで、それともいい関係を作って、またお客様を売る、ね、一緒にコラボレーションできて、そうね、そうね、いい、あの、いい関係を、はい、いい関係を、そうそう、コラボレーションと取っております、はい、補足のきっかけなんかは、補足のきっかけ、1990年、2年だったいや、もっと早い、92年ですか、92年の6月ですね、あの、まだ、JPTC になる前には、あの、そう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 、まあフィリピン大使館自体が今の六本木なんですけども、以前渋谷にあったんですよ、渋谷の南平屋にね、そうなんで
ですね、でまあ、こっちうるせきさん2000年なんですけども、はい、あのまあ、ちょっとその前になりますけど92年、その前はね、あのツアーオペレーターっていうフリピン、まあ、旅行会社さんが元気に頼んでるエージェントさんですよね、うん、そういったツアーオペレーターさんの集まりの、はい、アトップだったかな、はい、ね、はい、アトップっていう名称で、はい、あのまあ、小じまっとした会だったんですけども、ちょっとこう間口を広げてやっぱりいろんなあの、まあ、リゾースなホテルさん、うん、はい、結構それが増えてきたものですから、じゃあもっと大きな協議会にしようということで、うん、このリピン観光協議会を立ち上げました。いろんな方で参画して、はい、以来精力的に活動をされて、素晴らしいですね。クイズもね、大変盛り上がってましたもんね。本当にお客様いっぱいいらして、この間あの出演していただいたあの西谷さん、うん、あのエレイドリゾートの話をされた、はいはいはい、彼女のところもあのメンバーだし、うん、あ、そうですよね、はい、から、まあ、フィリピン関係 の, その旅行業界の方についてはもう本当に多分網羅してるんじゃないかなと思います。わー、素晴らしいですね、さすがですね。あとこちらがユニフォーム、そうですね、ちゃんとオーダーをしたんです、ね、あ、オーダーされたんですね。本物はちょっと高お高いので、本物はあの、フグシじゃなくて、あーピーナですね、ピーナとかありまして、パイナップルとかバナナの繊維なんですよね。私どもの方は、まあ、ユニフォームなのでちょっとコストを下げて、まあね、河川になってしまうんですけど、はいはいはい、こういったオリジナルの色、はいはい、カラーはブルーとオレンジも出して、あとサイズも、はい、あの注文して、うん、SMLS で送ってとか、ね、オーダーしたんですよ。マンゴーカラーマンゴーカラーブルーはあのオーシャンブルーっていう感じ、ね、すみません、今日ね、もうつながったんですけど、はい、ブルーのはそういうこと考えたらすごい、はい、だからブルーとオレンジ、この間クイズの時に、はいはい、来てらっしゃって、うん、はい、華やかですよね、トレードマークにしちゃってます、うん、本来はね、あの無地っていうか、あの、きなり色で、あ、そうなんです、ね、色を染めてないもので、うん、はいはい、フォーマル、うん、あの結婚式とかに使われるんですよね、うん、今結構ね、やっぱり進化して結構シャレなの結構多いですよね。あ、だんだんこういう普段でも着れるように、うん、あとね、あの演奏される方とかダンスの方、うん、パーティーとかでも着れるように、うん、いろんなこういうカラフルな、そうですね、おしゃれですよね、ハート赤くなりますもんね、うん、まあ、あの自身の活動するときにはみんなでユニフォームで、あ、みんなでいいですね、もプレゼンターもこれでもう楽しいですね。宣伝してます、うん、素敵ですね、まあ、こういう買い物もね、まあ、あの私どももこれはあの、はい、いっぱいオーダーしましたけど、ちゃんと吊るしでもたくさん置いてるので、あのショッピングモールとか、はいはい、あのどうとかですると、うん、あの買えますので、なるほど、はい、ショッピングモールなんかで買うとどれぐらいから、こちらの河川で5000円ぐらいなので、ね、もう本当の本物、うん、あのフィンネとかだったらやっぱり1万円ぐらいです。そうですよね、なんかでも見て安いの見るはあるんですよ、うん、あ, すよ、あと半袖のものもあるし、そ う, あ、そうそうそう、ノースリーブとか、だからフィリピンももちろん、まあ、遊びではいいんですけど、はいはい、でもこれだけ人に会うとかね、うん、なんか仕事とか、うん、おっしゃるだけであれば元気って、うん、ちょっとそれが吊るしてもいいから買ったら多分いいと思いますよ、うん、そうですよね、うん、それ着れば本当にもうどこでも行けますから、うん、そうですよね、あとこうフォーマルにパールですね、パール素晴らしい、グリーンヒルズにあるパールが安いんですね、パールもいいですね、パールもそうなんですよね、あの南洋真珠みたいな、そうです、そうです、そうです、フィリピンはねパールが有名なんですね、ぜひね、お土産なんかにもお買い求めいただきたい、はい、これもおいくらぐらいから、すごい安かった、すごい言えないぐらい、あ、言えないぐらい、とりあえず高いって言ってたらいいんじゃないの、高いものもあるし、高いの、数百円から、ね、数百円、そう、ね、そういう話聞きますね、うん、だからなんかお土産なんかにもっていう、うん、はい、用途をちょっと友達に配るとかで、うん、配る、はい、ちょっとパールを使った、うん、あのブレスレットとか、ネックレスとかもあるので、うん、女性にはおすすめです、ぜひね、はい、いやもう本当にね、セブンマリがね、行っていただくところがいっぱいありますので、マニラはやっぱり都会、マニラは大都会です、大都会ですよね、でも杉田さんちょこちょこプライベートに行ったりしてる、マニラ大好きなんですよ、うん、最近はいつ、最近は、最近は3ヶ月ぐらい前ですかね、行ったのは、なるほどなるほど、マニラだと今やっぱりレストランとかがすごくおしゃれなところがいっぱいありますよね、スペイン料理もね結構美味しいです、あ、
スペイン料理ですか。まあ、歴史的な経験もありますけどね。そうですね、ミンチだったので、はい、そうですね、おしゃれなスペインレストランとかあるので、うんうん、美味しくてステルツもやっぱ安いですよね。確かにそうです。私もなんか、イカスミのパエリアとか頼んだりとかしましたね、セブですけど、みんなでこうね、口をアクロリしてね、はい、お笑いしながら写真撮ったりとかしましたね。はい、で結構ね、マニラの夕日が綺麗で、そのマニラベイぐらいあたりね、夕日を見ながらこうやって飲むっていうのがよくやって、いやーいいですね。あれやっぱり地形的な問題なの、空気とかそういうあれなんですかね。あ、空気が関係するかもしれないですね。そう、マニラの夕日っていうのはですけど、結構綺麗に見れるんですよ。僕は好きなのはボラカイの夕日の好き。あ、ボラカイはまたちょっと別格な感じ、ね、ホワイトサンドビーチのところで海があってその先にこう落ちるんですよ。そうですよね。だから夕方ぐらいだったらみんなビーチに椅子を持ってきてこう並べてこうみたいな。あ、まあ、でも、まあ、今度は新しいボラカイではそういった椅子を持ってくるのは多分ダメだと思うんだけど、ごめんなさいごめんなさい。でもビーチカービーを見ます。なるほど、なるほど。いやあそこのね、太陽はまたちょっと違う、うん、まあ、マニアはマニアですごく綺麗なんですけど、うんうん、なんですかね、運気が良くなりそうなパワースポットじゃないかって思えるようななんか映像じゃないですか。フィリピン全体パワースポットな気がします。あ、そうですよね、元気が出るポイント。確かにそうですよね。なんですかね、人もみんな陽気ですし、顔もあったかいですし、優しいです、食べ物は美味しいですし、そう、この間AKB48 の大西桃子さんが、あ、はい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 、フィリピンはあったかい国なんで猫もそうやって温暖なのかなって言われて言ってたんですよね。そう、そう、彼女写真集出したんです。そうです、そうです、セブ島で、セブ島で写真集を撮られて、楽しんで、そう、本当に初めてスパに行ったんですなんて、そう、大西桃子かみたいな書いてある。これ、あ、これケーキなのかなと思ったらお風呂にデコレーションしてあるみたいなそういう、あの花をこう入れて、そうです、そうです、そうです、入れた、あ、そう、あの花びらもね、そう、素敵、はい、あのマッサージもいいですよ。そう、マッサージもね、これはね欠かせない、絶対1回は。そうですね、ヒロットですかね。まあ、有名ならヒロットなんですけども、フィリピンの伝統的な、その、ただ結構長くなっちゃうんですよ、2時間、3時間とかね。例えば1時間とか90分のコースだったら拾ってれば普通の、まあ、マッサージとなるけども、まあ、それがとてもいいでしょう。本来で本格的にその拾ってやってもらいたいですけどね、バージンココナッツオイルとかね、うん、そうですね、でまず、施術する前に背中に例えばそのバナナの皮、うん、あれ温めて当ててね、うん、やるとか、あともちろんパーツだけでいいし、僕もやるんですよ。そう、あの爪をきれいにしてもらうとか、ね、男性にもおすすめなんですよ。ネイルケアでは男性もやっていただけるんですね、うん、ハンドのマッサージしてその後こうネイルケアとか石膏みたいに固めたりとか、ちょっと日本だとね、ハードル高いじゃないですか。そうですね、男性もなかなかね、そうそうそう、行ったら高いかなとか、やばいかなっていう、ショッピングモールとかね、よくあのエステの、エステマッサージ、出張みたいな、お店が入ってるんですけど、結構あのマッサージフロアみたいなのがね、あります、エステフロアみたいな、そこに普通の現地のおじさんがつかつかつかって入ってきて、はい、あのベッドに横になって美顔器を当てて30分ぐらい、俺もやりましたよ。一応ね、気持ちは変わりました。気持ちは、気持ちは、うん、なんか汚いの取ってくれたな。でもすごく自然で、もう普通の日常の風景みたいな感じなんですよね。ああ、そうなんですね。なので日本人の男性にもちょっとなんか、だから女性だけが楽しめるんじゃなくて、男性も綺麗になりましょうっていうのを、男性も汚いで綺麗な方がいいでしょ。いや、まあ、汚いはあんまりないと思うんですけど、男性も磨いてもらいましょう。そうですね、お食事をいいものを食べて、エステも受けて、男性も美しくなる。そうそう、なるほど。だから美しくなる、もっともっと綺麗になれる。そうそうそう、中から外からね、はい、だから中だと、例えばマンゴーとか健康的な、うん、最近ね、向こうそういった健康的な食が結構流行ってますから、うん、そうですよね、オーガニックフード、オーガニックサラダですとか、そうなんですよ、
フードショーね、うん、まあ、そういうのを食べて中から綺麗な、で外からそういったスパとか、やっぱり格安だからね、多分それ行きやすいんだと思います。本当に安い、そうです、うん、ちょっと時間が空いたらそういうところに入っていって、うん、例えば女性だったら、はい、こういう首筋の産毛取り、はいはいはい、そういうメニューもあるんですよ。あ、産毛取りが、産毛取り、ああ、こうやって入っていって、はい、産毛取りのメニューを選んで、うん、ベッドに横たわってお姉さんがシュッシュッシュッって、あ、取ってくれるの、面白いですね、うん、そういう、それで繊維がしまう、あ、素晴らしい、うん、首筋は結構持ってるんですね。持ってるんですよね。なかなか背中の産毛もやってくれますし、なるほど、本当におすすめなんですよ。わー、素晴らしいですね。ぜひね。そういうだから町スパってやるから、ローカルの方に行くようなところも、うん、うん、あるし、うん、あともちろん高級なものもやっぱり各ホテルにも必ず今ありますからね、はい、ホテルがね、またセブとかマニラのホテル、5つ星ホテルでも結構お値段がリーズナブルじゃないですか。はい、ラグジュアリー。個室の中でやってもらうんですね。そうそうそう、スパに行ってもそういう感じでお値段を特に楽しんでいただけるので、いろんなコースパーツ。日本だとちょっと、ちょっとお値段。そう、日本だとちょっとそうですよね。ヒロトなんかもあの7歳から受けていただけるみたいで、お子様でも親子で楽しんでいただけるじゃないですか。あれ、すみません、エンペラスマッサージって。あ、エンペラ、あれ何人、何人でやってくださるんでしたっけ。5人でやってみます。あ、フォーハンドで。同時に。フォーハンドはよく、ね、そう、フォーハンドは聞いたことない。5人ですか。5人はどう、だから右足、左足、あと右手、左手、で、あと、まあ、ヘッドのこと。ヘッドですか、顔かな、どうかな。あ、まあ、多分顔も一緒にやってる。なるほど、なるほど。エンペラーマッサージというのは、そうですね。それをやってしまうとお高いんじゃないですか、エンペラーマッサージは。いや、そんな金額、そんな高い金額じゃなかったです。そうなんです。時間が短縮されるんじゃないですか。確かに。いや、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 みんなで分担できるから楽だね、みたいな。だからやろうかなと思ったんで、短時間にこう終わるよりはゆっくりやりたかったもんですから。なるほど、なるほど。そう、一旦なんかね、そう、クイーンでもいいわけですね。クイーン、そうですね、女性クイーンでも、クイーンマッサージ、クイーンマッサージ、いや、素晴らしい、素晴らしい、そういうマッサージもある、楽しみでたくさんありますね、ぜひね、リーズナブル、リーズナブルにね、楽しんでいただけて、はい、今、航空会社もね、各社さん、本当にいろいろキャンペーンやられていて、もうよくチェックしてるんですけど、本当にお安いじゃないですか。あの新幹線もびっくりな値段とかあったりするんで、ありますね、あの、まあ、空飛びますか、そうですね、あの、まあ、時期はちゃんと見ていただかなきゃなんですけど、もろもろ条件が合えばそういうね、あの新幹線越えみたいな、はい、あのお買い得な料金でプライスで行っていただけますので、ぜひね、各社さんね、はい、フィリピン航空様と Facebook を、はいはいはい、いいねしてください、はい、あ、そうしたらそういう情報が入れられるんですね、はい、うん、フィリピン観光協議会さんで何かおすすめは、はい、おすすめ、うん、あとはまあ情報としては、はい、まあ、あの先ほど言いました業界人に、はい、あのセミナーとかやってますが、その他にも Facebook の JPTC、はい、東日本 JPTC という名前で、Facebook アップしております、うん、こういったのアクティビティの情報、アクティビティを公開するものだとか、あと現地から来た情報をもっといち早く紹介するみたいなのもありますので、うん、ご覧になっていただければ、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします、はい、そんな感じで、はい、あとは何か話したりないこととかは、うん、結構も喋りました、喋りました、ね、マルコポロで言えば、はい、ラバもありますので、うん、まあ、そういったところ、あ、そうだね、あ、まあ、時間ですね、ぜひぜひ、はい、マニラの月にマニラもあるし、ラバもあるし、まあ、はい、こうはい、ダボンの前はあの美しいですね、ジェテリテ大統領の自宅が近いというか、はい、そうなんですね、はい、昨年は安倍首相のお泊まり、あ、ご夫妻で、あ、ご夫妻でやられたというマルコポロダボンがあり、でこの2階建てはスパの建物で、うわー、素晴らしい、キャベツは18階建てなんですけど、ね、こちらもスパ、あのトリートメントをしながら、うん、こうプールの水も浴びてると、これ大丈夫です、はい、ペントハウスっていう、これがスパの、スパの建物が2階建てになって、いや、素晴らしいですね、これ日常サイドで、ね、あのビストロを食べていただく、はい、まあ、こちらの場合はあの
ポメロっていうあの柑橘系のディナーに用意しています。あとセブの方はマンゴー尽くしです。こちらポメロ、ポメロディナー。このダバオね、あのドリアンでも有名なんですよ。あ、ドリアンね。ただ有名なんだけど、はい、ホテル内に持ち込むと臭いから難しいんだよね。外で食べるしかないですよね。なるほど、なるほど。15種類あるというダバオのね、うん、ドリアンですけど、まあ、ドリアンあるんですか。15種類あるんですよ。銘柄でね、銘柄が食べ比べしたあ、いや、まだ難しい難しいでも何回か食べましたよ。あとあのドリアンカプチーノとかも有名で。ドリアンカプチーノ飲みました。カフェは随分もう10年以上前から発達してまして、はいはい、あの市内にたくさんあるんですけども、うん、そのドリアンカプチーノだったり、うん、はい、あのコーヒー美味しいんですけどね、僕はどっちかと別々に食べたいな。あ、どっちかっていいですよね。ドリアン、ドリアン、カプチーノ、カプチーノ、カプチーノ、ドリアンの味がします。ドリアンカプチーノっていうのがあるんですね。あ、ちゃんとつぶつぶがあの下の方に沈んでますけど、混ぜて飲んだ方がいい。それあれですかね、フレーバーティーみたいなのをちゃんと入れて、ドリアンバージョンで果肉が入っているカプチーノ、果肉が入っている。そのまま食べたいな。まあでも本当、まあ、そういう面白いメニューもありますよという、ダバオでは楽しんでいただける。もう楽しみますよ。そのフルーツがその、ね、うん、あのドリアンだけじゃなくてマンゴスティーンもあって、あ、マンゴスティーン、本当パパリのマンゴー、あとバナナもちろん、パイナップル、うん、なんか何までいいですね。年間通して気候いいところなんですよ。あ、そうですよね。入りも来ないし、ダバオも。あとチョコレートミュージアム、はい、カカオの木を、そう、カカオね、カカオの木をあの育てるマンゴ、マルゴス、ま、マルゴスガーデンっていう、うん、あの施設があります。その中であの栽培しております。そこであのどういう風に、うん、栽培してとか、うん、あのローストしてチョコレートになるっていう、うん、そういうプロセスを教えたり、うん、皆さん今度子どもたちにはクッキーをね、チョコレートを作ってもらったり、はい、まあ、あのどんどん新しいこう観光ネタ、うん、アルバイト部が遊びに来てもいいので、はい、できております。なるほど、なるほど。いや、楽しみですね。ぜひね、ダバオの方もね、はい、足を伸ばしていただけると。そうですね、はい、ステーションを紹介させていただきました。はい、はい、その方資料をあの皆様にご紹介しますので、ぜひね、あのブログと連動してね、あのもっと楽しい日にお送りしてますので、はい、はい、ぜひね、資料と映像も楽しみにしてください。はい、お願いします。お願いします。はい、大丈夫ですか、はい、話し足りないことは、とりあえず大丈夫です。一気に話しちゃったから、ね、そうですね、はい、じゃあそんな感じで今回は、はい、4人で楽しくお届けしました。はい、また吉野様も杉田様も遊びに来てくださいね。はい、また次回も、はい、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、今回もフィリピンの情報に関してお届けしました。楽しんでいただけましたでしょうか。11月からリニューアルしまして、週2回から週5回に放送となりました。これからも見てください。またねー。